件目なの。警察は何をしてるの。早く犯人を捕まえろ。そうよ、おちおち眠ってもいられないわ。さあ皆さんお待ちかね、これよりイタリア仕込みのビタリス一座とっておきの出し物を始めます。解散しろ。どうして？いきなり来て終わりだなんて、そんなの変です。なんだお前は。よせレミ。だって座長のビタリスだが、何か。ここのところ放火泥棒が相次いでおるので、特別警戒中だ。お前たちいつからこのトゥールーズにおる？一週間前からだが。ほう、ちょうど放火事件の始まった頃だな。わしらはここで興行を打っているだけだ。それともこのトゥールーズには街頭での興行はいけないという規則でもあるのですかな。そんなものはない。引っ込め警察。全く楽しんで見ているんだ。そうだ、こんな暇があるんなら放火犯をとっとと捕まえろ。うるさい、地で帰るんだ。並木道に馬車を止めるのは違法だ。お前をしょっ引くこともできるんだぞ。さあ一緒に来てもらおうか。待って、お前さん。馬車をうちの裏に止めればいいでしょ。うちはすぐそこよ。ダンスやお芝居をするだけならいいでしょ。そうだ、ミミの言う通りだ。警察だって芝居を取り締まる権利はない。そうだ。いいか、これだけは言っておく。少しでも怪しいことがあったらすぐにしょっぴいてやる。わしは逃げも隠れもしない。ただ芝居をするだけだ。虫のつかんやつだ。本当にありがとう。私はレミ、あなたは？ミミよ。みんながうちに来てくれることになって嬉しい。本当にいいのかね。大丈夫、お店の裏に大きな空き地があるの。父さんだってきっと大歓迎よ。ああ、わかったわかった。お前にはかなわんよ。この裏でよかったら馬車を止めてもいい。おじさん、ありがとう。だけど面倒はごめんだよ。わかった、気をつけよう。どうしたんだレミ。ビタリスさん、急に人が飛び出してきて。ガチだー。ひょっとして今の人。レミ、先に帰ってろ。待って、私も行く。早く
ああ、消えたぞ。ビタリスさん、本当にありがとうございました。大したことにならなくてよかった。受けとけ。お前、やっぱりお前か。お前が火をつけたな。なんてことを。この人は火を消してくれたんですよ。おまわしさん、さっき宝石を持った男の人が逃げていったわ。なに？私見たの。そいつだ、そいつが犯人だ。何グズグズしてんだ。早く追いかけなさい。わかった。だがビタリス、お前のことも調べさせてもらうぞ。いいか、疑いが晴れるまで町から出るなよ。今度こそ芝居は中止だ。わかったな。警察の人はビタリスさんを疑ってるみたい。何もしていないんだ。心配することはない。あのおまわりさん、話を聞こうともしないんだから。旅芸人をしているとあらぬ疑いをかけられることがある。本当、人を外見や職業で判断するものは多い。うん、でもこの町の人はみんな親切よ。変なことを言うおまわりさんを追っ払ってくれるし、ミミのお父さんだって。真実は必ず明らかになる。犯人はきっと見つかるよ。他人が何と言おうと、人は自分に恥じない生き方をするのが一番大切なんだ。自分に恥じない生き方。さあもう寝よう。興行はできないが、新しい芸を覚えるいい機会だ。ビタリスさんは気にしてないみたいだけど、私どうしても犯人を見つけたいの。私も。父さんが言ってたけど、犯人は火をつけた隙に泥棒するんですって。頭のいいやつね。あ、目はもう少し小さかったかな。こんな感じ。そうそう、似てる似てる、そっくりよ。本当？あれ、この人知ってるの？気のせいかな。知らんな。私もう疲れちゃった。ねえ、犯人は見つからないんじゃない？ううん、この町のどこかにきっといるわ。私諦めない。じゃあ毎度どうも。今度はパリで流行ってるレースをお願いするわ。とびっきりのを仕入れてきましょう。まあ嬉しい。お礼は弾ませていただくわ。そりゃどうも。ではよろしくね、ナバールさん。かしこまりました。ミミ、元気かね？え？じゃあ。あの人よ。ん？犯人はあの人よ。でもあの人は父さんのよく知ってる人よ。正直な人だって言ってた。でも間違いない、あの人が犯人よ。こんにちは、ビゴーさん。いやあ、ナバールさん、今日はリボンをもらおうか。いつもありがとうございます。あ、そういえばさっきお嬢さんを見かけましたよ。見知らぬ女の子と一緒だった。ああ、それはレミという旅芸人の女の子だ。
うちの裏に馬車を止めさせてやってるんだ。おお、お宅の裏に。どうしよう、やっぱり明日警察に届けた方がいいかな。でも信じてくれるかな。どうしたの？大変、火事だわ。ミミ、火事よ、起きて。大変だ、ビゴーの店が燃えてるぞ。余計なことしやがって。やれやれ、なんとか消し止めたか。サンドラ、大丈夫だ、おとなしくして。それ、ひどいことしやがる。ん？これは私のランプが。なぜ？あんたのだって？うん、じゃ、これで。どうもありがとう。レミ。サンドラは？一座を立て直すには金がいる。レミ、どんなに辛くても前に進むための方法を考えなくてはならん。前へ進むんだ、レミ。おい、ビタリス。お前を逮捕する。容疑は美豪パン店の放火だ。あんたは初めからわしを疑っている。手が火でもわしを犯人にでっち上げるつもりだろう。でっち上げだと？わしの目は節穴じゃない。焼けた倉庫から出たお前のランプが何よりの証拠だ。金だな、こいつも証拠になる。これは大事なロバを売った金だ。聞いてもらえばわかる。話は警察で聞く。よし、引っ捕らえろ。お巡り
店の火事騒ぎの隙に誰か他の人が倉庫に入れたんです。ビタリスさんじゃありません。その犯人の名前も分かってるんです。捕まえるんならラバーリンですよ。何を言い出すんだ。デタラメなことを言うんじゃない。人を貶めようとするとお前も訴えられることになるぞ。おい、はダメダメよ。ビタリスさんは無実よ。連れて行かないで。うるさい小娘だ。こいつらやめろ。下がっていろ。頼む、小さい子に乱暴はやめてくれ。よし、じゃあおとなしくついてくるんだ。いやー、ビタリスさんを連れて行かないで。レミ、大丈夫だ。疑いは必ず晴れる。ビタリスさん、ビタリスさん、足が帰るまでみんなを頼む。ビタリスさん、ビタリスさん、レミ、地座を頼むぞ。ダメだダメだ。何度言ったらわかる。ビタリスは尋問中で弁解はできん。お願い、合わせて。ビタリスさんに合わせて。聞き分けのない。いつまでもグズグズしてるとビタリスのためにならんぞ。ほら、あれだよ。あの一座の親方が火付け泥棒の犯人だ。怖いね。ダメだよ、あの子に近づいちゃ。あの、私まだいたのか。お前、早く出て行ってくれ。ここにいさせてください。ビタリスさんを待っていなくちゃならないんです。ダメだ、放火泥棒をいつまでも置いておけるか。違います、私たちそんなことしてません。信じてください。言い訳は聞かんよ。とっとと行くんだ。ミミ、ミミ、ほら、あれだ。ダメだよ、あの子に近づいちゃ。ミミ、真実は必ず明らかになる。人は自分に恥じない生き方をするのが一番大切なんだ。レミ、一座を頼むぞ。そうだわ、真実は一つよ。ビタリスさんは必ず戻ってくる。しっかりしなくちゃ、前へ進まなくちゃ。でもどうして、どうして私たちのこと信じてくれないの。レミー、レミー、ミミ、ごめんなさい。レミと話したかったのに父さんが許してくれなかったの。じゃあミミは私たちのこと信じてくれてるの。もちろんよ。だってビタリスさんがあんなことするわけないじゃない。犯人はナバールよ。私レミのこと信じてる。ありがとう、ミミ。私、もう誰も信じてくれないと思ってた。ありがとう。本当にありがとう、ミミ。ねえ、これからどうするの？ビタリスさんが自由になるまでこの町にいたいんだけど、でも、よそへ行くしかないわ。ミミ、ビタリスさんは自由になったら必ずあなたのところへ行くと思うの。うん。レミは元気にしてるからって、そう伝えてくれる？伝える。必ず伝える。レミ！私信じる。真実は必ず明らかになる。だからその日まで、私の家族、大事なビタリス一座を守ってみせるわ。みんなそんなに強く
これ、お金じゃないのよ、ジョリクール。私のお守り、ビタリスさんに合わせて。あは、私